ちは。こんにちは、豊さん。はい、昨年の4月9日に、はい、関根純三さんがお亡くなりになられました。はいはい、はい、約9ヶ月経ちましたけれども、うんうん、まあ、はい、コメント欄にもね、はい、いっぱい関根さんとの思い出話をしてくれっていうさ、まあコメント欄にはそういう書き込みがあったんだけど、やっぱなんかこうショックすぎてね、でうまく語れないんじゃないかなっていう、もうボロボロになってね、でまあ随分経ったんだけど、まあこの時期にね、ちょっと話をしときたいなって。やっぱり関根さんのことを語らずにずっと続けるっていうのも、まあ心に引っかかってるものがあったからね、まあこのタイミングは遅くはなりましたけども、まあ今日ちょっとね、関根さんの思い出だとか、まあそういうことをね、涙なく、はい、まあなんかこうもう明るくね、なんか喋りたいなと、はい、でも聞いたその当日はさ、車の中で聞いたんだけど、亡くなったということをね、もうちょっと車止めて運転できなかったもん、うん、まあそのぐらいの思いがあったんで、はい、まあこの時期になりました、はい、ね、はい、豊さんにとっては、うん、一番の恩師っていうふうに、まあ、まあ今こうやってね、うん、YouTube だとか、うん、まあ解説もやらせてもらっているけども、はい、なんかやっぱ関根さんなくしてこの位置にはいないなっていうような、もうそのぐらいの恩師だしね、はい、で俺がプロ入り2年目からの監督で、はい、レギュラーになったのも関根さんが監督をやってる時で、まあ1年目終わって秋季キャンプをやってる時に関根さんが現れて、まあ次期監督関根純三さん、どういう人なんだろうと思った時に現れて、まあみんな集められるよね、はい、まあその時にじーっと顔をこうあって見渡して、関根さんがもうおじいちゃんだよね、選手の皆さんを見渡して、おじいちゃんをこうあって見渡すから何かなと思ってたら初めてその時にお会いして、そうそう、もちろんもちろん、はい、でちょっとみんな握手しようっつって握手をし始めた、何にも言う前に握手がしたくなったっつってでなんかこれから俺が監督をやるという、はい、こうなんていうの、意思表示というかさ、みんなで頑張るんだぞっていうなんか熱さを感じてね、うん、ただ関根さんっていうのはやっぱこう演出もうまかった、うん、だからそういうので、まあやっぱこう話でも何でもそうだけど、やっぱつかみっていうのが大事じゃない、はい、でそういうので一人一人こう掴んで、あの握手してね、でみんながキョトンとしてるわけえ、なんでいきなり握手かよみたいな、これは何の握手だろうって、うん、だけど、はい、これから君たちと戦っていく、はい、ね、っていう話をこう始められて、うん、なんかすごい熱い人だなっていうのは感じたんだよね、うん、それが最初の出会いで、出会いでね、でそれから、3年間、3年間、うん、はい、携わっていくんだけども、はい、まあ最初の思い出とすればさ、はい、伊藤キャンプっていうのがあったんだよね、うん、でこれもあの地獄の伊藤キャンプって巨人が有名だったんだけど、はい、そのメニュー通りに鍛えられたわけ、伊藤に連れて行かれて、うん、もうね一日終わったら階段まともに前から降りれないの、はい、ももが笑っちゃって、はい、だからみんな後ろ足で後ろ向きでこうやって降りていくんだけど、うん、その姿を見ていて関根さんが、おいみんな大丈夫なのかってこんな弱くてっていうような話をされてね、はい、いや他の球団はもっと強いぞとか言われて、うん、まあピッチャーはもう300球投げた後からアウトコース、はい、10球ここにちゃんと決まるまで終われないとかさ、はい、で野手はもう外野手なんか2時間3人で受けっぱなしだとかさ、うん、もうむちゃくちゃだったよね、内野はもう1時間ノックマンツーマンで打たれっぱなしとかさ、うん、でまあランニングにしたら馬場の平っていうところがあるんだけど、伊藤の山の上にね、でそこで、あ、よく走れって普通さ時間言うじゃない、はい、時間言わないんだよ、はい走れとか言って、俺はいつ終われんのっていうような感じで走ってたら、はい、まあ1時間経ってからトップを取っていくんだよね、うん、で豊が終わりって、俺トップだったからさ、うん、でもうあの遅いやつなんか永遠と走ってんだよね、あ、まあそういうような鍛えられ方もしたし、はい、
関根さんの2年目、俺が3年目か、はい、その時にオープン戦全試合使ってくれたのね、はい、で、まあ、開幕も当然俺が行くと思ってるわけだよ、はい、だけど使ってくれないわけ、開幕の試合、はい、え、代打もないのみたいな、もうメンバー見た時点で、うん、あれってあれって、ね、おかしいんじゃないかと思って、はい、え、代打もなかったよと思って、それは何の説明もない、何にも説明がない、うーん、もう頭にきてさ、その夜寝れなくて、はい、で開幕戦が巨人戦2戦目ね、はいはい、1戦目終わってなんだよ全試合出れねえじゃないかと思ってたら、うん、でこうノックを練習の時受けてたんだよね、はい、でその時に関根さんが後ろに来て、はい、豊かお前をこれから全試合使っていくと、はい、その代わりまあ開幕はベテランにまあ譲ってくれと、はい、ね、元井にね、まあ譲ってもいいじゃないかって、これからその代わりずっと使っていく上で元井に対して顔向けができるような成績を残せろって、それがお前の今年の仕事だって言われて、うん、わあと思って緊張して、うん、で初めて3割打ってたのもねその年でさ、うん、で元井さんは挨拶もしてくれなくなったのね2戦目から、あ俺、ま、だって死活問題じゃない、はい、でも関根さんっていう監督っていうのはさ、まあ、育成の監督ってよく言われてて、はい、でやっぱこう球団の過渡期、うん、やっぱ変えていかなきゃいけないって言った時に、はい、まあ、若手というね、うん、高木豊を、はい、まあ、抜擢してくれてさ、はい、そういうことを言って、うん、奮い立たせて、はい、あの使ってくれたのね、でもう本当は使うって言ったらさもう二十何打席ノーヒットだったんだけど、うん、全く打てなくて、で俺も出るのが苦しいわけ、うんうん、でも関根さんは変えないの、はい、いいかいい勉強してんなとか言われて、はい、なんか苦しめとかいうそういう感じだから、いやなんか教えろよみたいな思ってたけど、はいはい、だけどまあやっぱり見るに見かねて言われたのが、はい、豊かお前フリーバッティングは打てるよなって、はい、フリーバッティングで三振しねえよなって、お前ねお前さあの打席入って何考えてんだって、いろんなごちゃごちゃ考えてんだろってちっちゃいことって、そうじゃなくてフリーバッティングやってこいって、フリーバッティング打てるんだろって、だからもうフリーバッティングだと思ってね打ってこいって、あそこに落としたいとかあっちの方向打ちたい、ちっちゃいこと考えんなって、バット振ってらどっか飛んでいくって、だから本当にシンプルだし、はい、なんかそれを聞いてすごく楽になったことがあるね、だからそういう教え方もう本当に理論は話をしたらもう翌朝まで続くんじゃないかっていうぐらいのことを教えてくれるんだけど、うん、はい、もう本当にそういう風になった時には究極に精神的に楽にしてくれたと、うん、でご覧の皆さんは俺がスイッチヒッターだったっていうこともある時期だけね、はい、まあ、知ってる方はいらっしゃると思うんだけど、はい、なその時に伊藤キャンプの時にね、おめえさんよお前右で打ったことねえのかって言うから、はい、いやありますよって、遊びですけどねっていうようなことで、でじゃあお前打ってみろって言って打ったら割と打てたんだよね、はい、じゃあお前これから練習してスイッチヒッターにしろと、はい、なれと、うん、で当時ね広島がスイッチヒッターが多くて1、2番だとか必ずスイッチヒッターだったの、うん、吉彦さんだとか山崎隆三とか、まあそういう、まあ、流行ってたこともあり、またその予告先発じゃなかったから、うん、予想先発だったから、まあ、左右関係なく1、2番は固定をしたかったってい う、まあ、そういうことがあったんだけどね、はい、まあ、それでやってみろと、で右でも6本ぐらいヒット打ってるんだけどさ、でも肝心なところで関根さん変えるんだよね、俺が右打席だと、あ左だったら変えないんだけど、はい、でも右打席で左ピッチャーだったら変えるんだよね、うん、だそれが嫌でさ、はい、ある日阪神戦だったけど山本和之さんっていう人がね投げてて、はい、もうサヨナラのチャンス、ツーアウト満塁で、でどうしようかな、俺右で立ったら絶対変えられるなと思ったから、はい、もうそれしか頭にないんだよ、サヨナラ打つとかじゃなくて変えられたく、まず変えられたくない、はい、で左で打席に立とうとして左だったらどうするかなって、変えないだろうかなと思って、右だと確実に変えられる、確実に多分変えたと思うんだよね、はい、で俺が左にこう立とうとした時に、はい、ベンチ振り向いたらさ、はい、関根さんがもう出かかってんだよ
やっぱりなと思ってこれどうすんだよ俺が左だったら変えんのかとか言って、はい、思ったらパッと見たら関根さんが引いたんだよ。あ、左に立った。で、後の話だと左で立ったからお前なんかするなと思ったって。でも俺の頭の中では何にもなくてさ、その時にただ変えられたくない、ただ変えられたくないってこれなんとかしないかんなと思って、はい、でその時にひらめいたのが、はい、あ、これはね練習もしてないしセーフティーしかないと思って、うん、まあ、ツーアウト満塁だけどセーフティーバントをショートの真弓さんの前に強くやったんだよね、はい、で加計さんの横抜けて、まあ、再来になったんだけど、はい、まあそれがやめるきっかけになったな、変えられたくないっていうんですね。あ、スイッチをやめる。そうそう、スイッチヒッターをやめるというきっかけになった、はい、でやっぱり盗塁を、まあここに飾ってるけど、はい、盗塁を取らせてもらったのはやっぱもう関根さんのおかげでしかない、俺の力じゃない、うん、で技術を教えるのでも実践で学べと、とにかくいいかコーチがごちゃ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 言っているよりもゲームの中で学んだ方が絶対体に染み付いてくると、うん、で俺もお前が野球やってるこの太陽でやってる間ずっと監督だったらまだいいよと、だけど俺はいつか去る人間だと、お前はずっと残っていく人間だと、だからお前は体で覚えろって言って、うん、試合の中でもうとにかくアウトになってもいいから走れと、うん、走って覚えろと、そして走れる選手になれって言われて、はい、盗塁を取る前の年に、うん、とにかく走らされた、うん、いいからどんな場面でもいいから走れって、はい、怒らないからアウトになっても本当に怒らなかった、うん、と思って、でセーフになっても何も言われないんだけどね、よくやったとか言われないんだけど、はい、だけど翌年にそういうものがつながって盗塁を取ることができたのね、うん、だからもう本当に体験して覚えていけと、うん、その失敗はするよって人間だからいいじゃないか失敗ぐらいって、だけど次の成功につなげていけっていう、まあ、人だったね、うん、まあ、それと野球をやっていて奇想天外、うん、ツーアウトランナー一塁、ツーアウトランナー一塁、うん、打席に立って、はい、エンドランのサインが出るんだよ、うん、え、ツーアウトだろと思って普通だったらノーアウト、ワンアウトで出してくるじゃん、はい、え、ツーアウトだぞって、あ、これ間違えてんなと思って、はい、もう一回出してくれって言ったらまたエンドランのサインが出るんだおかしいなと思って、はい、パッと振り向いたら関根さんがもう出てきてたの、はい、で、ちょっと来いって言われて、はい、え、どうしたんですかって言ったらエンドラン出てるんですよ、監督って言ったらね、はい、エンドラン出してるよって、おめえそのツーベース打っちゃう一塁ランナー帰ってくるじゃないかえ、エンドランでってツーアウトそれ持っていいか、ストライクが次来るからそれをちゃんと狙っとけと、で打席に立ってもうツーベース打ったんだ、ストライクでね、はい、来て、はい、で一塁ランナー堀江っていうのがさチョークホームインしてそれが決勝点になったんだけどね、はい、まあツーアウトランナー一塁だとさ外野手が後ろ下がってるじゃん、はい、だから普通のツーベースじゃやっぱいくら速いランナーでも帰ってこれないんだよね、うん、やっぱ向こうも失点避けるために外野下げてるし、はいはい、だけどエンドランだったら帰ってこれるから、はい、まあそういうサインを出した、いいか豊か固定観念に縛られるなとね、だからそういう野球もあるんだっていうことは覚えとけと、うん、ね、まあそういうことを教わりましたね、もう話せばいっぱいあるんだけどさ、はい、解説者になった時も同じ局フジテレビでお世話になったからね、はいはい、まあ、関根さんもいらっしゃって、おめえはな自由に喋ってろってえ、そんなんでいいんですかって、いいか豊か、でもこれだけは教えとくって、自分の足自分の耳で聞いたことを信じろと、うん、人の話を聞いてそのまま喋るなと、だから自分で取材をして自分でまとめて喋ろ、それはね言われたから、まあ解説者の中でもグラウンドに降りない人もいるんだけど、はい、必ず監督のとこ行ったりとか、はい、コーチのとこ行って話を聞いて、はい、選手にもね、はい、まあ、そういう風にするようになった、うん、でも関根さんは分からないことは俺は知らねえって言える人だったんだよね解説者で俺知らねえって堂々と言える人ってなかなかいなくてさ、え、
知らねえって言うのみたいな。だからなんていうのかな、固定観念に縛られず、まあ奇想天外な発想も持ち、まあここまでにしてくれたっていうね、関根さんが、まあ、昨年の4月9日に、まあ、亡くなったということはね、コロナの中だったからお別れもできてないんだよね。だから今度お墓に行って、ちゃんと挨拶をねしていきたいと思います。はい、まだまだいっぱい喋れ足りないことはあるんだけども、また折を見てね、はい、思い出したら喋りたいと思います。はい、ね、ご冥福をお祈りします。はい。